欧州主要国の移籍市場が現地時間5日で終了。たが、バルセロナは補強のターゲットと報じれていた、リヨンのオランダ代表 FW メンフィス、デパイも、マンチェスターシティのスペイ代表 DF、エリック・ガルシアも獲得には至らなかった。今シーズンのバルセロナはダゾーンで、いつでも、子でも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施中、今回、移籍市場最終日には、各国で、多くの選手が同た。バルセロナも DF ジャンクレール・トディボ、ベンフィカへ、MF ラフ・イーニャを、パリ・サンジ・ルマンへ、DF フアン・ミランダをベティス・ヘソ、ゾレレンタルすることが決まったが、一方で、タナ選手の加入はなかった。デパイについて、バルサが、選手本人と、個人合意に達している、とは、リヨンのジュニーニョ・ペルナンブカの SD、スポーツディレクターも認めていた。だが、FW、スマン・デンベレが、マンチェスター・ユナ・テッドへの移籍を拒否したことで、最終的に、強資金を捻出できなかったと見られている。タバルサは、先月スペイン代表デビューを飾り、た19歳のエリック・ガルシアの獲得にも動いた。ロナルド・クーマン監督も、関心を認め、いたが、シティとの間で移籍金の金額が合意、至らなかったようだ。デパイも、エリック・ガルシアも、それぞれリヨンと、シティとの契約は、1年で満了。来年1月に、格安で、あるいは来夏に、リで、バルセロナへ移籍する、可能性もある、も予想されている。両。